江崎林一は、日本の実業家。江崎グリコの創業者。現、社長の江崎勝久と、その弟の江崎正道の祖父。佐賀県神崎郡ハスケ村に生まれた。父は静七、母は、立つといって江崎が生まれる2年前から薬修行を始めていた。時には、近在金号を一軒ずつ巡り歩き、医療の相談相手も務めていた。暮らしは貧しかった。 長男だった江崎は家事の手伝いや、定米の子守に明け暮れた。1897年春、小学校高等科を卒業した。薬の商売の他に朝食前の使用売りを始めた。1901年6月、父が死去。定米を抱えた6人の家族の全責任を19歳の江崎が一心に背負う立場になって、以前にも増して商売に励んだ。陶器大諸行を始めた。 佐賀の筑後川川口にある、とがり漁港で、水揚げされた柿に含まれるグリコーゲ原から、グリコーゲ原の事業家を思いつき、飴の中に柿エキスから取ったグリコーゲ原を入れた、試作品を、次々と作るようになった。1921年4月、38歳の江崎は、一家を挙げて、大阪に移住した。1942年、大阪四区から、 翌3政治体制協議会の推薦を受け、第21回衆議院議員総選挙に出馬したが、落選。そのため、戦後公職追放となる。金を借りている人の前では、正論も正論として通らぬ。正しい意見を通すためにも、まず貧乏であってはならない。浪費を慎み、倹約に努め商売に精を出して、一角の資産を積んでもらいたい。しかし、 くれぐれも注意したいことは、金を作るために、金の奴隷になってはならない。世の人から臨職と癒しめられてまで金を作ろうとしてはならない。そして金ができたら、交際や寄付金は身分相応より少し程度を上げて勤めていけ。それで金をこしらえていくのでなければ、立派な人間とは言えない。ありがとうございます。